演武開演。どうも、ただいま自分は奈良市旅行の夕飯を食べに来ております。本日の夕飯はこちらの具豪華なお重にお吸い物と白米があります。では、連覇を狙う白龍が土俵です。今日は快晴戦、いただきます。東方横綱白龍、野菜を食べ終えました。やっぱり野菜大事ですからね。では続きまして、お吸い物いきます。梅川さん、白龍連覇を狙う梅川さんはどう見ていますか？万全だと思いますね。自信が磨いてます。ちょっとほんのり塩気のあるさっぱりとしたお味のお吸い物でとっても美味しかったです。では次は気になっているこちら、エビを行ってみたいと思います。うまみの効いたプリップリのエビでした。しっかりと歯ごたえもあっておしゃれですね。まあ殻ごと食ってたというものです。続きましては、こちらの卵行ってみます。夏場所、奥行からお借りします。では続きましては、こちらの揚げ物、コロッケでしょうか。いただきます。給付金の支給などの検討に入りました。政府は消費税率の 10% への引き上げに向けて、コロッケもガキフライも衣がサクサクで、中の旨味はじわーっと口にふわってほしい。そしてラストはこちらのお蕎麦、こういうお弁当でお蕎麦っていうのも珍しい気がしますね。ではいただきます。遺体を遺棄した疑いなどで逮捕された23歳の男は、女の子の遺体を、これから先の季節にぴったりなさっぱりとしたお蕎麦で美味しかったです。そして締めはもちろん白米、いただきます。警察は大桃さんが連れ去られて殺害された、普通に淡白で美味しい白米でした。お米に違うものを求めるのはちょっと他なと思いますけどね。大満足の夕食まで食べられて、とっても充実した奈良旅行になりました。まあまだ明日が残ってるんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。